来週の日米首脳会談に向け、TPP 交渉の最終調整を行う閣僚級の協議がワシントンで本格的に始まりましたが、議論は難航しています。残されている課題、ご品目プラス自動車ですけれども、非常に厳しいです。甘利 TPP 担当大臣とフロマン通商代表との協議は、現地17日から正式に始まりました。午前中の協議を終えた甘利大臣は厳しい表情を浮かべ、交渉は非常に難航しているという認識を示しました。関係者によりますと、前の晩にも開かれた夕食会でもアメリカ側は原則関税撤廃を求める姿勢を崩さず、険悪な雰囲気から始まったということで、来週の日米首脳会談で結果を出せるのか、かなり微妙な情勢になっています。